美和島分岐点は愛知県清須市にある名古屋鉄道の分岐点。かつては美和島京駅という駅が存在したが、廃止後は西美和島駅構内に属する信号場となった。本校では美和島京駅に隣接して存在した下綱入り信号場やこれらが構成するデルタ線についても記述する。東ビ和島、西ビ和島、下大駅間の庄内側橋梁の北側にあり、 名古屋本線と犬山線が分岐する。駅ではないので、プラットフォームなどの設備はなく、すべての列車が通過する。1949年7月31日まで、ここは美和島京駅という駅であったため、同駅の廃止後も、運賃計算上の箇所として扱われている。名古屋本線と犬山線とをまたいで乗車する場合、乗り換えは、東美和島、栄生。 名鉄名古屋のいずれかの駅で行われるが、運賃は当分起点で乗り換えたものとした距離で計算され、この場合には当分起点から名鉄名古屋駅までの重複、乗り越し運賃は不要となっている。特急の特別車同士の乗り換えには、乗り継ぎミューチケット制度が適用される。また、別途乗車の場合などには、当分起点を発着する乗車券類も発売される。美和島橋駅は、 当分起点と踏切に挟まれて、ホームの延長ができない立地条件にあり、また駅と庄内側橋梁との間には40、パーミルの急勾配が存在していた。そのため、拡張余地のない美和島京駅を廃止し、その代替として隣接して休止中だった西美和島駅を復活させた。なお、この時期、小台駅も500メートル美和島分起点よりへ移設している。 その後1958年に省内側橋梁が上流側に掛け替えられ現状となった。掛け替え前はほぼ直線の名古屋本線に対して犬山線が分岐する形となっていたが、この配線変更で両開きとなった。後年軌道強化により、制限速度が時速 40km から時速 50km に引き上げられ現在に至る。西日和島駅構内は日和島分岐点。 下綱入り信号場を頂点とするデルタ線でありの3経路が存在する。定期旅客列車が運行されるのは経路1及び経路2で前車が名古屋本線、後車が犬山線の本線路である。経路3は貨物側線で貨物営業廃止後は教習や車両の留置場所として使用される。経路3の延長にあたる経路2の着発線は こうは、内海名古屋駅間運転の特急が折り返すための場所としても用いられている。経路3を通過すると編成の向きが逆転するため、三角線回しによって車両の方向転換を行う際に利用される。過去には、三河線電車の方向転換やディーゼル列車、北アルプス号の入れ替え、線形電車に一般席車を組み込む際などに使用された。方向転換させずに、 NS 間を行き来したい場合は、経路3は使用できない。かつては NS 間を直通運転する定期旅客列車が存在したが、同列車は経路3を使用せず、美和島分岐点から二駅先にある境西駅でスイッチバックしていた。分岐はどの頂点も平面交差であり、特に経路1と経路2が交わる美和島分岐点は日中でも上下線で、 経緯時50本以上の定期列車が通過する輸送密度が大きい地点である。ここでは経路1、上り列車と経路2、下り列車が同時に通過できない。両列車が直近に迫った場合のどちらかの方法で対処する。列車ダイヤは極力同じ運転系統の列車同士を等分岐点資金ですれ違わせ、分期点手前で停止することなく通過できるように、 工夫して組まれているが、実際には、特に、ラッシュ時において、共に、名鉄名古屋方面へ向かう、経路1、上り列車と、経路2、上り列車が、直近に迫り、列車ダイヤによって、どちらかが、分岐点手前で停止することがある。名古屋本線の内日は島分岐点神宮前駅間は、岐阜、犬山、津島方面地流、地竜、床名。 半田方面の経路を運行する列車が集約される高密度運行区間であるが、神宮前駅側が立体交差と一部複々線化により比較的スムーズな列車の振り分けができているのに対し、ビワ島分岐点は先日のような制約を抱えた平面交差のままで運用されている。このような高密度運行区間の分岐点は、本来なら立体化したり、駅を設置して、 岐阜方面と犬山方面の列車を接続、または片方の列車を折り返し運転にする等で、ばきやすくする方法をとることが多い。しかし美和島分岐点は住宅密集地にあることのほか、といった線形の制約となるボトルネックがあり、線形変更が大変困難な状況である。1990年代には名鉄から立体化の検討がされたこともあったが、 前述した複数の制約に加え、近年の名鉄の財政難もあって立体化検討の続報はなく、当分は現状のままとなる見込みである。空中写真でもわかる通り、かつては三角地内の名鉄の所有地でない部分に民家が一軒あった。長い間、空き家となっていたが、2011年秋頃に取り壊された。経路3の途中には第4種踏切が1箇所あるが、 かつて存在した民家の住人はここから外部と出入りをしていた。1949年8月1日に西美和島駅に統合。資料によっては、砂入り、砂入り、下砂入り、読みについても、水入り、図、入りなどの表記揺れが見られる。現状でも美和島分岐点への線路の勾配は比較的急で、名古屋本線は29パーミル。 犬山線は30パーミルとなっている。団体列車による経路3通過事例はあり、近年では犬山線開通100周年記念イベントで2000系、団体列車が犬山検査場から新川検索へ向かう際に経路3を経由した。境西駅から美和島分岐点までは半径160から200メートル余りのカーブが連続し、 時速 50km の速度制限が何度もかかる。この平面交差と速度制限が名古屋岐阜間の JR 東海との競争力を弱める原因の一つにもなっている。ABCDE 白井吉和、名鉄に見る運転と施設の興味、鉄道ピクトリアル第624巻、電気車研究会、1996年7月、114ページ。川島慶像。 東海道ライン全線、全駅、全廃線第5巻高段車、2009年、64ページ。ISBN 978から4から06から27万15から3。沢田幸雄、名鉄の駅、構内設備の思い出、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、146ページ。 乗り継ぎミューチケット名古屋鉄道 AB 沢田行きを廃止された線路を訪ねて押し切町美和島橋間と柳橋乗り入れから開催します名古屋鉄道 PHP 研究所名古屋鉄道の秘密 PHP 研究所2013年101ページ ISBN978 から45億6981万5428豊島実る 名古屋鉄道線路配線略図、鉄道ダイヤ情報通関第438号2020年11月別冊付録、名鉄車両ハンドブック22ページ、交通新聞社2020年。ありがとうございます。